1年前の植物。かわいいお花、まだまだつぼみたくさん、満開が楽しみ。名前は長くて覚えられませんけど、過去動画に出てきます。コチョウランと何かのハイブリッドでしょう。実験で素焼き鉢の外側に着生させています。皆さんこんにちは。熱帯植物壁掛け科の早く休日アクアです。放置しすぎた。なんだよ唐突に。この植物買ってきたの3ヶ月前なんです。東京練馬区の大型園芸店オザクフラワーパークさんで買ってきて、植え替えずに鉢植えのまま放置しちゃいました。放置しすぎて一回水切れさせてしまってしなしなにしてしまったのですが、水やりとビニール袋で全密閉で復活してくれてよかった。よかったな。ところでなんていう植物だ？そうですね、この植物はアンスリウム、ポリスキスツム、覚えにくい名前、そこで親父ギャグ。アンスリウム、ポリス、キス、ツ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 ム。うるさい、本当親父ギャグだな。覚えたからもうやめろ。皆さんも覚えましたか？もう一つ日本の名前もあって、もみじばうちわ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 。大丈夫か？わかったわかった。もみじばうちわ、ふしっつん、もみじばうちわ、ふしっつん。おかしくなっちゃったね。茶番劇はこの辺にして、日本ではアンスリウムのことをうちわというみたいです。詳しくはウィキペディアのアンスリウムの項目をご覧ください。大紅うちわ、白島うちわ、ビロードうちわが出てきました。このポリスキスツムは原種のアンスリウムのようです。たまたま行った尾崎フラワーパークさんでアンスリウム原種フェアをされていて、そこで1鉢1000円以下のポリスキスツムに出会ったわけです。名札の裏に育て方が書いてあるので読んでみましょう。琉球面、もみじばうちわ、アンシリウム、ポリシキシウム、中性の電子アンシリウム、大体し10度まで。お前誰だ？はじめまして、ちびしきじいです。まだ続きがあるのじゃが、読んでもよいかな？どうぞどうぞ。栽培環境、直射日光は射程、半日陰や日陰で風通しが良い場所、水やり、8度はあまり加湿せずに、葉水などをこまめに与えてください。寒さにはやや弱いので、10年暖かいところで管理してあげると良いでしょう。NASA、アメリカ航空宇宙局の研究で、密閉された空間の有害物質を吸着し、分解除去する効果があることが認められた植物です。ちびしきじいさん、ありがとうございました。どういたしまして、また来てもよいかな？よろしくお願いします。シャラバじゃ。びっくりした、アンスリウムじゃなくてアンシュって言ってた。アンシュツルセイモだ、ジュルセイって言ってた。なんか言ったかな？まだいた。ポリシュキシュチュムはわしのように個性的な葉っぱじゃろ。パッと見てもアンスリウムとは思えん。アンスリウムといえばこれ、皆さんもご存知なお花が綺麗なアンスリウム、育てている方いらっしゃいますよね。ここではもちろん水苔の板付けで壁掛け、葉っぱ3枚残して株元に光を当てればお花が咲きます。これもアンスリウム、アンスリウム、レーブオブラブ。ガチで育てると葉っぱ2メートルになるんだって。大型のアンスリウムです。ここではコルクに着生させて、根っこが張る場所なくてコンパクトに育っています。アンスリウム、グラシレ。なんかしょぼくれたな。ちょっと放置しちゃいました。これも個性的なアンスリウム、根っこと赤い実が魅力です。ちょっと茶番劇が過ぎました。テンポよく行きましょう。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。鉢から出して、根腐れありません。3株入っていて、水道で洗ってきて、長い根っこは切っちゃいます。葉っぱも落として
1、2、3、4、5、6。5分、水につけて樹液を抜きます。水から出して30分乾かしてからやりますよ。壁掛けにしない株は熱帯魚のフィルターで水耕栽培。いつもの板と昨日から準備していた水苔。壁掛けにするのは2株だけにします。水苔を丸めて根っこを広げながら詰めて並べたら水苔をもっと盛ります。握っていると形が整うんです。だいたい整ったら釣り糸で巻いちゃいます。最初は整えるため優しく巻いて最後はぎゅっと巻きます。撮影しながらの釣り糸巻きが辛いんですよね。撮影中止させてください。巻き付け終わりました。何重にもぐるぐる巻き、水苔をぎゅっとすると根っこが張りにくくなって小さく成長してくれると思うんですよ。大きく育つと置き場所問題発生中なので困っちゃいます。はみ出した水苔を切ってカスを流せば完成です。今は何回いい感じな姿だと思うのですが、成長したらかっこ悪くなるかもね。つる性の植物は苦手です。アンスリウム、ポリスキスツム、壁掛けジャングルの仲間入りです。原種なんて書いてあって1000円以下なら置く場所ないのに買っちゃいますよ。ダメダメ、もう置く場所ないから買ってくるな。そうですね、でも置く場所開発中なんだよ。早く完成させないと次の巨大植物置けないよ。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。リブロング&プロスパーなのだ。